山形、水戸、栃木、大宮、千葉、柏、は東京、仏町田、横浜 FC、甲府、新潟、金沢、岐阜、京都、岡山、山口、徳島、愛媛、福岡、長崎、鹿児島、琉球2019年の J2 リーグ所属クラブの所在地この項目では、2019年シーズンの J2 リーグについて述べる。J2 リーグとして21年目のシーズン、明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして、 2019明治安田生命 J2 リーグの名称で行う。2018年12月14日に明治安田生命保険との4年契約を更新し、タイトルマークデザインが変更された。この年は外国籍選手枠に関するレギュレーションに関して変更があった。具体的には外国籍選手登録数の上限を廃止し、 試合エントリー上限と試合出場上限を共に4人に増やすというものである。J リーグ提携国については外国籍選手枠の対象外とし、従来の外国人登録枠におけるアジア枠提携国枠が廃止されている。なお、J1 で導入されたホームグローン制度は J2 については2022年シーズンからの導入が明言されている。 2018年12月14日に大会方式及び試合方式が発表された。2月24日開幕、11月24日閉幕の全員42節、合計462試合で行われる。なお、アビスパ福岡は本拠地のレベル5スタジアムがラグビーワールドカップ2019の会場となる関係でシーズンを通して 東平尾公園博多の森陸上競技場にて、ホームゲームを開催することが、特例的に認められている。なお、柏レイソルとビファーレン長崎は、J リーグ YBC ルバンカップに参加するが、両チームが、プレイオフステージ及びノックアウトステージに進出した、場合のみ、日程の調整が行われることになっている。2019年シーズンの J2 のクラブ数は、前年同様の22。 2018年の J1 リーグ17位の柏レイソルは2010年シーズン以来9年ぶり、同18位のビファーレン長崎は2017年シーズン以来2年ぶりの降格。2018年の J3 リーグ優勝の FC、琉球と同2位の鹿児島ユナイテッド FC は初の昇格。突起なき場合、監督代行はトップチームのヘッドコーチが務めている。 リーグ序盤戦は前年の J3 から続く攻撃的サッカーで J リーグ記録となるホームゲーム30戦無敗を達成した琉球が接見するが中盤戦にかけて剣士を武器に確実に勝ち点をものにしたみと山形が躍進を見せこれに新監督中田十三の下でポゼッションスタイルを浸透させた京都が絡む展開となる一方で 黄金家を率いたネルシーニョを再度招聘し、前年からの戦力をほぼ守り、優勝の大本命と目された柏は、シュート本数で、リーグトップながらも j 2 j の固い守備に決定率が、リーグ再開となるなどゴールが思うように奪えず、やや苦しい戦いを強いられた。しかし、夏場に入ると、前年夏に加入した FW オルンガが、チームにフィットし始め、 6月から8月にかけて11連勝を飾り、一気に首位を奪うとそこから独走体制に入った。9月に入ると移籍者や外国人枠の関係で中盤のバランス構成を崩し合いや失速するものの、首位はキープし、第41節の町田戦に勝利して1試合を残して j に優勝と J1 復帰を決めた。残る自動昇格枠一つと、 プレイオフ枠4つについては、第33節終了時点で2位山形から11位、長崎までの10チームの勝ち点差が8しかないという大混戦。第39節終了時点でも、長崎を除いた9チームにプレイオフ進出の可能性が残されていた。さらに、最終直前の第41節で勝ち点で並んでいた2位の横浜 FC と3位大宮は、横浜 FC が アウェーで岡山に勝利したのに対し、大宮ホームで新潟と引き分け、勝ち点2差で自動昇格をかけた最終節を迎えることになった。また、4位山形と5位徳島が勝ち点70で並び、勝ち点2差で6位甲府と7位京都、勝ち点3差で8位水戸勝ち点5差で9位岡山の6チームがプレーオフ進出を争う構図となった。 一方の残留争いは、中盤以降、山口、町田、愛媛、千葉、鹿児島、栃木、福岡、岐阜といった各チームが低迷。終盤にかけて山口が残留争いから抜け出し、千葉、愛媛、福岡が最終節を前に残留を決める中、岐阜は中盤戦以降の連敗で一気に失速。夏には2年半引いた、大木武史を解任し、北野誠を招聘するが、 積極補強やチームスタイルの大幅な変更も、浮上のきっかけにはならず、第40節に21位以下が、第41節に再開が確定し、J3 降格が確定した。最終節を前に、20位以上を争う戦いは、勝ち点40の町田、鹿児島を勝ち点37の栃木が、追う展開となった。迎えた、最終節、2位横浜 FC はホームで、 愛媛を下して、自力で2位を確定させ、2007年シーズン以来13年ぶりの J1 昇格。大宮はアウェーで金沢と引き分けて3位。5位徳島はホームで山口を下し、6位甲府もホームで琉球を下す。4位山形は21位町田をホームに迎えて、先制するも終盤に2失点し、逆転を喫する。その後、アディショナルタイムに入り、7位京都が、 アウェーで優勝を決めた、柏相手に攻撃的姿勢を見せるも、逆に、柏 FW をルンガに8得点を決められるなど、1から13という記録的大敗を期した。一方、8位ミトが、ホームで9位岡山に1の0で勝利して、勝ち点で並んだとの方が入ると、さらなる失点を期して、得失点差でミトに逆転されるのを防ぎたい山形と、 このまま自力で J に残留を決めたい。町田の利害関係が一致し、アディショナルタイムの最後の1分以上、山形 GK、串引き正都氏のボールキープに、他の誰も動かないという異例のシチュエーションとなり、そのまま町田が1-2で勝利。町田が自力で J に残留を決め、山形は、水戸と、得失点差でも並ぶが、総得点の差でかろうじて、水戸を振り切り6位を死守。 プレイオフ進出を決めた。ミトは総得点で及ばず、初のプレイオフ進出を逃した。一方残留争いでは、21位栃木がアウェーで千葉を下し、20位鹿児島がアウェーで福岡に敗戦。この結果、栃木と鹿児島が勝ち点40で並び、得失点差で栃木が20位に浮上、鹿児島が21位に転落。栃木が土壇場での残留を決めた。 鹿児島は J2 ライセンスを持たない藤枝が J3 で2位内に入る可能性があったためにシーズン終了時点では降格決定とはなっていなかったが12月8日に行われた J3 最終節で群馬が2位を確定させたため鹿児島も J3 降格が決定した最終更新は2019年11月24日の試合終了時出展 J リーグデータサイト順位の決定基準。1、勝ち点2、得失点差3、得点数。1、J1 リーグ昇格並びに、J1 参入プレイオフ出場は、J1 ライセンスを保有するクラブに限る。2、J3 リーグ降格は、J3 リーグの上位2チームに、J2 ライセンスを保有しないクラブが入った場合は、対象チームが変更となる。一説から21説、十二説から十二説。 最終更新、2019年11月24日、出展、J リーグデータ最終更新は2019年11月24日の、試合終了時出展。J リーグデータ1差10列のチームが、ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。最終更新は2019年11月24日の、試合終了時出展。 J リーグデータ最終更新2019年11月24日出展 J リーグデータ中期前シーズンは J1 前シーズンは J3 ありがとうございます